皆さんこんにちは2020年デルジュンタッケンスマート合格講座権利関係第1回講義を始めたいと思います担当はレックスエニンコースの友次ですどうぞよろしくお願いしますさていよいよスマート合格コース始まりましたでこちらの講座なんですけれども権利関係がまず 30回20分かけるそれから卓建業法も同じ、えー、20分かける3 0回それから法令上の制限税その他も20分かける3 0回の、えー、合計90回で、えー、終わらせるという講座になっております。で、えー、今回から始まりますのは権利関係ということで、えー、使用しますテキストはこちらですね。 潤沢拳士合格テキストの、えー、第1巻権利関係こちらの方を使っていきますので準備の方をお願いいたします。でこちらなんですけれどもはい、えー、全部でこちらですね何章あるのかといいますと全部で25章ぐらいあるんですね。でもちろんこの30回の講義の中ですべてを扱うということはできません。ですので。 ま、ピックアップしながらやっていくことになりますけれども、まあ、なるべくね多くのところよく試験に出てくるところは、えー、しっかり時間をかけてやっていきたいと思います。で、えー、まあほとんどここら辺は試験に出てないなっていうところに関しましては、まあ、ちょっと、えー、ご自身でやっていただくというところになっていくこともあります。で、えー、今回、えー 1回目2回目3回目、えー、3回使いましてこちらの第1章の意思表示のところを見ていきたいというふうに思います。で実際にはですね、ま、今回は、えー、まず前半はちょっとガイダンスのお話をしてで後半の方は、えー、第1章の1番契約の成立ですね。 まあここ自体が試験で出てくることはほとんどないんですけれども、まあ、この考え方を理解しておかないと、まあ、今後の学習に支障が出るというところで、まあ、今日の範囲はここがダイレクトに試験に出るというところではないと。た、まあ、ただこの勉強するために前提とななる知識なんだっていうところは押さえておいてください。で次回で2番の詐欺3番の脅迫ここのところを扱ってでそしてその次で4番5番虚偽表示やら錯誤やら というところに進んでいくということになりますでまずですね今回はその最初ガイダンスということで権利関係の試験対策的なお話をしておきたいと思いますまず今回から始まりますですね、えー、権利関係編ということなんですけれどもさあまずテキストのところですねはいこちらちょっと映し出しますねプレゼンターのところ映し出します、えー、テキスト5ページのところにですね 各科目ごとの出題数と得点目標というふうにあります。まず、今回からやります。権利関係。これが全部で十四問出題されます。そして、これが第一巻の内容からですね。で、えー、テキストを三分冊になっておりまして、第二巻目、宅建業法、こちらから二十問。そして第三巻目ですね。法令上の制限税、その他のところから。えー、合計で十六問の合計五十問出題されます。 で、その中の今回から権利関係のところなんですけれども、全部で14問出てきますが、まあそのうちの9点を目標に頑張っていきましょうというのがですね、この権利関係の勉強のポイントということになります。で、これはどういうことかと言いますと、まあ 全体的にやっぱり権利関係というのは、まあ、取りやすい問題といやこれはもう本当に難しいでしょうっていう問題で極端に二分されるところがあります。でこれはもう本当に取ってほしいなっていう問題を、まあ、集めて解いていくと大体9問ぐらいになってくるかな。だから逆に言えばこの権利関係14問ありますけれども14点満点はまあさすがに難しいんじゃないかなと。 えいうふうな感覚だと思っておいてください。で、十一点うんぐらいで結構高得点というふうに思っておいてください。で、この権利関係なんですけれども。 やっぱりもう逆に言えば14問中9問は欲しいんですね。ということであまり捨てててるのもも得策ではないといいいととうころも押ささえておいてくださいで結構この試験の直前期になってくるとやっぱり権利関係って他の単元に比べてちょっと難しいところがありますのでいやもう権利関係捨てようかなっていうふうに思う方も結構いると思うんですけれどもうん実際問題この権利関係を全部捨てるとなると合格は結構やっぱり厳しいと思います。そそれはもうもちろんその 多、ね、建業法とか法令上の制限とかでもう本当に落とさなくてもうここら辺はもうがっつり正確に全部取れるというのであればまあそれはそれで構わないかもしれないんですけれども実際やっぱりね業法でも制限でも落とす問題が何問か出てくるわけですよそういう意味ではですのでそこの部分を考えてみるとやっぱり9点はちょっと頑張っていければいいかなというふうに思いますで全体像としてですね9ページのところ はい全体構造というところで見ていただきたい、えー、8ページ9ページですね14問出てくるんですけども内訳として大体民法が9問から10問それから借地借家法これが2問から3問、まあ、大体2問の時が多いですけどもねで建物区分所有法が0から1問、まあ、大体1問の時が多いです、えー、不動産登記法1問というふうになっていきますということです。 で民法等の分野は内容的には面白くついつい時間をかけて勉強してしまいがちですがあくまで「守りの分野」というふうに割り切ってえあまり時間をかけすぎないように注意する必要がありますと。でまあ、うん、面白いかどうかはまあ別としますで、ね、もその権利関係の勉強って結構時間がかかるんですね。で時間がかかって ででなかなか成果を出るのにもやっぱり時間がかかるので結構この権利関係で時間を費やしてしまって宅検業法とか法令上の制限を勉強する時間がなくなっちゃいましたっていう、うん、受験生の方もいらっしゃるわけですよ。でそれはやっぱり避けてもらいたいところがありますので、まあえー、時間をかけすぎないようにするというところが重要になっていきます。 でどういう分野が出てくるんですかって言いますとこちら過去10年間の取題傾向なんですけどまあ出てるところは出てる出てないところは出てないっていうふうにまあすっぱり分かれてるっちゃ分かれてますよね。えー、出てないところは本当に10年間一回も出てないぞっていうところもあるで、まあ、最近出てないぞってところもあればまあもうほぼほぼ確実に出てますよっていうところもあるわけですよ。でですね実際 ほぼほぼ確実に出てくるものとしては、まず、不動産登記法ですね。これ必ず1問出てきますが、これはかなり難易度が高い時が多いです。ですので、不動産登記法に関しては、取りやすい問題を取っていく。で、難問だったら捨てていく。っていう、この取捨選択がかなり大事になってくる単元です。で、それから、抵等権。もうこれも、 ほぼほぼ毎年出てるんですけれども、同じですね。えー、不動産登記法と同じです。もう基本問題だったら取っていくっていうぐらいの方がいいです。で、この建物区分所有法、これも毎年出てきています。で、これ自体はそんなに難しくはないのかもしれないんですけれども、この不動産投機法とかに比べると、そんなに難しくないかもしれないんですけど、範囲が広いんですね。えー 天ののためにめにちちゃくちゃく広いいい範囲の勉強をしななけければいけないっていうところになりますのでまあやっぱりそういう意味の費用対効果というのはそんなによくはないですのでまあよく出てくるところを中心に勉強していくっていうのが戦略かなとで問題はここです借地借下法なんですねでこの借地借下法なんですけれども毎年出てきます まあここはちょっとイレギュラーなんですけどももうほぼほぼ毎年出ると思ってください2問。でここをまずは確実に取れるようにしておいていただきたいんですね。釈迦法の2問は、 ぜひもので取っていいくというイメージこれは押さえておいていただきたい。で、あとは、まあ、基本問題が出てきたときに取れるように。で、本当に難問だったときには、まあ、えー、さらっと流していくっていう、そういう、うん、なんですかね。ある意味、その、緩急をつけた学習というものをしていっていただければというふうに思います。で、あとですね、まあ、今回始める前に、えー、言っておきたいものといたしましては、 これですよね。民法が改正されたというところになります。で、この民法改正がですね。どういう影響になっていくのかっていうところ。まあ、最初のところにですね。載ってますテキスト最初のところに2020年宅建試験はズバリ。ここが変わる民法の改正についてというあの表紙のこの表紙の次のページですね。まあ、ページ数がそんなにね。このなんか？ 変な数字の3のところですけれどもここから、えー、民法改正のところがあります。でこの民法改正されてまあいろいろ改正されましたよというところになっていくわけなんですけれども ここで民法改正まあ、どういう,うね、えー、学習をすればいいのかっていうところなんですけれどもまずその今年から学習を始めるとといいう方にとってははあまり関係はないです、えー、新しいものを入れていけばいいわけですからまあそれはもう楽といえば楽ですよね。で 問題は昨年勉強していたという方なんですで、昨年勉強していたとなると昨年まで覚えた知識と今年からの知識が変わる場合があるわけですよで、その変わっていくときにあれこれどっちの話だっけってなってしまうことがあるのがまあやっぱり気をつけなければいけないポイントですよねで、一番いいのは本当にあのまっさらな気持ちで聞いていただくっていうのがもう本当に一番いいですえ、まっさらな気持ちで聞いていただく ねえー、もうだから古いもの覚えてないですっていう人の方が逆に有利だったりしますよね。えー、ですので、まあ、昨年勉強はあんまりしてなかったんですよねだから昨年受けたは受けたんですけどもそんなにがっつり勉強してなかったんですよねっていう人はまあ、えー、いいんじゃないですかって感じです。去年権権利利関係もう猛烈に勉強しててももはなんんとかかっっったたでですすけども、ね、業法制限がきつかったんですっていう方も まあ、もしかしたら混乱が起こってしまうかもしれないっていうところですねでもし、えー、混乱が起こってしまったら最初のページのところに戻ってあここは違ってたんだなっていうところを認識持ちながら学習していただければというふうに思います。はいまあ、そんな感じでね、えー、まずは全体像のお話を踏まえた上で、えー、実際今回13ページ、えー、契約の成立のところですね、えー、最初のところから見ていきたいと思います。 はいそれでは、えー、13ページ契約の成立というところから見ていきたいと思いますでこちらの部分は試験問題に、えー、今日の範囲ががっつり出るということはありません、えー、ですので試験には出るか出ないかの判別で言うならば出ません出るか出ないかの、えー、ポイントで言うならば出ませんですがここのポイントが全ての開始時点ですので これが理解できていないと今後の勉強に支障が出てくるそういうイメージだと思っておいてくださいなのでまあ、やっぱりここは飛ばさないで学習してほしいってところですどういうことかと言いますと例えばまあ、イメージつきやすいのはまあ中学入試あたりを想像していただけるといいと思うんですけども 中学入試の算数ってめちゃくちゃ難しいじゃないですか。なんか食塩水の問題とかいろいろ出てきたりしますよね。えもう本当に大人顔負けですよね、あれえ。なんですけれども、じゃあその中学入試の問題に掛け算の九,九って出てきますかね。 え、9かける2は答えは18です。とか出てきますかね？出てこないですよね。じゃあ掛け算の九九って勉強しなくていいですかね？試験出ないから勉強しないってなると、そう掛け算の九九を知らない人がどうやって算数やるんですか？って話になりますよね。そう、掛け算の九九そのものは出ないですけれども。ただ掛け算の九九を知らないと、その後の勉強は一切できないということだけは確かなわけですよ。それと一緒です。ここの契約の成立出るか出ないかっつったら出ません。出ませんけれども。 こう理解しておかないと今後の勉強に支障が出る。まあそういうイメージだと思っておいてください。では参ります。さあ、えー、13ページのところです。契約の成立参ります。卓券試験では売買契約や賃貸借契約を結んだ場合のルールが毎年出題されています。ということでまずこの契約って何なんですかっていうそういうお話ですね。契約とは一言で言えば約束のことですと。 で、当然のことながら、約束は守らなければいけませんよね、えー。ですので、契約とは一言で言えば約束のこと。そして、一度契約を結ぶと原則として守ってくださいね。これが大原則ということになっていきます。よろしいでしょうか。まずこれが、基本の基本です。契約って何ですか約束です。じゃあ約束は守ってくださいね。ということになっていきます。で、これが原則なんですけれども、 はいそれに対していろんな話が派生してくるのが今回からお話するお話なんですよ、まあ。具体的に次回からですけどもねどういうことかと言いますと契約約約ととはは束束のこと約束は守ららなななければならないでもその約束が例えば騙されたとか脅されたとかそうなんで約束した時まで守らなければいけないんですかっていうのが第一章の意思表示の話題なんです。 じゃあ約束は守らなければいけない。でも、じゃあ例えば判断能力のない、例えば未成年者子どもとかですね、子どもが、ね、えー、まあ、よく考えもしないで、うん、約束するっていうふうに言ってしまいましたと、それでも守らなければいけないんでしょうかねっていうのが、この制限行為能力者のお話ってことになってくるんですよ。なので、約束は守らなければいけないっていうのがルールなんですけれども、それは絶対そうなんですかねその約束自体に問題がある時まで守らない んなきゃダメですか約束をした人に問題が出てきた時でも守らなきゃダメですかってのが1章2章のお話そして約束というのは守らなければいけないでも、ね、約束を守らなかったねその時にはどんなペナルティーがあるんですかっていうのがこの第5章の債務不履行のお話という具合に約束は守らなければいけないというこの 大前提を元にして考えていくのがこの権利関係の結構前半部分のポイントになってきます。なので、この約束というものを守らなければいけないというのがまず大原則としてあることを押さえておきまして、そして14ページのところをご覧ください。はい。 さあ、契約の成立というところなんですけれども、例えば、この売り主さんが、えー、家を持ってました。で、この家を売りたいというふうに思いました。そして、えー、この家を1000万円で売りますというふうに売り主が言いました。売りたいという気持ちを外に出しました。こういうのを意思表示というふうに言うんですけれども、はい。 えー、この家を1000万円で売りますというふうに言いました。そして、飼い主が、この家を1000万円で買いますというふうに言いました。ということで、承諾しました。これで契約というものは成立します。ということで、これ、1、2、3、4とありますけれども、契約はどの時点で成立しますかっていうと、2番の時点で成立します。契約は2番の時点で成立をします。で、 3番、契約書の作成というふうにありますけども、これはしてもしなくても構いません。契約書の作成はしてもしなくても構いません。なぜなら、契約書をいや、ね、あの作らなければ契約が成立しないなんてことはないからです。だって、契約って、例えば家を買う、売るとかだけじゃないですよね。 例えば、コンビニエンスストアでガムを1個買います。これだって一つの契約です。例えば、お店がですね、商品を陳列してあります。これは何かというと、お店はこのガムを売りますという意思表示ですよね。で、それに対して私がですね、 はい、そのガムを持ってレジにポンと置きましたとそうしたらこれは私が買うという意思表示になるわけじゃないですかだからこの瞬間に契約って成立するんですでこの瞬間に契約成立するんですけど別に契約書なんてね作らないじゃないですか別にねあの下手したらガム1個の場合レシートすらもらわない場合だってありますよねそれでも契約って成立するんです ただその金額が大きい場合には後で言った言わないで揉めるかもしれないから揉めないように契約書を書いといた方がいいよねと言ってるだけなんです。 そう契約書を書いといた方がいいよねと言ってるだけで契約書をねかわさないと契約が成立しないわけではないんですねだからこれは是非ものではありませんでもちろん契約が成立したんだから約束を守るそう当然のことながら買いますというふうに言ったんだからお金払ってください売りますっていうふうに言ったんだからちゃんとそのものを渡してください約束を果たしてくださいというそういう流れになっていくわけです よろしいでしょうか。これが契約の成立のポイントというふうになっていきます。なので、これがまとまっているのがですね、こちらです。 はい。17ページ、合格ステップの1番。この合格ステップのところに重要なところってのは基本的にまとまってますので、ここを中心に学習していくといいと思います。契約は原則として意思表示の合致によって、つまり売ります、買いますという気持ち、それが、えー、表に現れました。売ります、買いますと言いました。これによって成立をします。そして契約の成立には書面の作成は必要ありません。 というのがまずここのポイントということになりますで、これの例外としていろいろ話が発展していくわけなんですつまり契約に書面はいらないこれが原則ですがその例外として例えば保証ってのがあるんですけども保証契約はね、えー、書面がないとダメですよっていうその原則があって例外がありますでこの今回扱ってるのはまさにその原則のところなんですで、この原則が先ほども言いました通りね例外的になった場合や 約束は守らなければいけないけけなれどもねっていう話になった時にどうやって話が発展していくのかっていうところが次回以降のポイント,次回以降のポイントというふうになっていきます。 まず今回はですねこの契約の成立というものに書面は必要ないということ意思表示が合致することによって契約というのは成立するんだということそこのところをしっかりと押さえておいてくださいよろしいでしょうかそれではこれを踏まえて、まあ、また次回以降頑張ってやっていきたいと思いますそれでは今回はこの辺にて終了したいと思います皆さんお疲れ様でした